2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入。大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えないよね。特にロシアウクライナ戦争では陸上戦力による対照戦において、ウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害はロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられているぜ。さて今回は新型の対迎型の3番艦陣迎が就役予定であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした状況下、日本の現状に目を移せば幸いなことに周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシアウクライナ戦争にような陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないが、非対称戦の重要度は増しているように感じられるよね。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙しているんだ。この日本が仮想敵国と海を挟んで対峙するこという構造自体は、太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるが、経済力を背景に軍事力の強化を推し進める中国によって尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛の必要性の比重が増しているよ。これを念頭において日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているが、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだね。ただし世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いているぜ。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って、実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても吹き出しているな。そんな中にあっても日本の防衛の要というべき既存戦力はやはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に最新型潜水艦の一番艦である太平を就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろうね。太平型はすでに昨年2023年3月に2番艦である白鯨も就役を果たしており、この今年3月には3番艦である、陣鯨も就役する予定で今まさに最終の準備が行われている段階だと言って過言ではないんだ。そして太平型は4番艦の雷鯨も昨年2023年10月に進水と命名を終えており、こちらも予定通りに計画が推移すれば2025年3月には潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されているな。ちなみに太平型の建造費を見てみると、1番艦の太平がおよそ800億円、2番艦ハケ芸がおよそ720億円、3番艦の陣芸及び4番艦の雷芸がおよそ700億円と、量産の効果で若干の低減が見込まれているぜ。しかし前述したように世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は大きな課題になる可能性があるらしい。さて今年2024年の3月終了時点で太平型も3番艦の陣営が計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は最新鋭の太平型3隻、前級の総流型12隻、前々級の親潮型7隻という構成となるよ。これに加えて最も古い前々級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、万が一の日本の有事の際には少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないかな。ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇はすべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、
計算上は最大でも同時に実戦配備が可能な数は7から8隻と目されるぜ。この稼働数で日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷津軽海峡、西は津島海峡、南は宮古大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視しているらしい。これら5カ所の海峡を有事の発生の際には潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であると言え、現状の22隻体制はこれを実施可能な必要最低数だと目されるよ。かつては海上自衛隊の潜水艦隊の数は16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれないよね。しかし実際には第二次世界大戦後に互いにある程度の希望を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもあるぜ。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭の異例型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦隊を持ち、通常動力型の潜水艦としては世界でも有数の規模を誇るんだ。太平型はこの船体に3番艦の陣営までが川崎重工業社製の 12V2525SB ディーゼル機関を2機、4番艦の新芸以降が同 12V2531 ディーゼル機関 ×2 機と、リチウムイオン電池と発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているよ。これらの機関部によって太平型は最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能と目されており、軍事機密のため詳細なデータは未公表だが、航続距離は推定で、最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われているね。こうした太平型の性能は、推定値とはいえ通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や双竜型と比べても大幅に能力を向上させていると言ってよいだろうな。こうした点を捉えて太平型であれば従来の前述した5つの海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれるぜ。しかし個人的にはいかに太平型がリチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が軒並み30ノット前後の水中速力を発揮可能な能力を備えていることに比すれば同列には論じられないと感じるぜ。そもそもが海上自衛隊の護衛艦でも多くの水上戦闘艦が最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、太平型とはいえどそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだよね。それでも太平型は通常動力型の潜水艦としては世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに親潮型双竜型に比して連続潜航時間が大幅に伸びたことは待ち伏せ戦術においても有効性をさらに高めたと考えられるよ。最新鋭でかつ日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに太平型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にある乗組員へのインタビューなどを参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化デジタル化されていることは間違いないからな。ことに前々級の親潮型と比べれば、これまで人力や目視で行っていた運航作業の他の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察されるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。